皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのは2021年3月8日に発売しました。こちらのサラサクリップデコシャインカラーを紹介していきたいと思います。カラーが全10色展開となっていまして、1本あたり110円の税込みで購入することができます。単品でも購入することができまして、5本入り、10本入りのセットがあります。今回購入したのは10本入りのセットで、ペン先の細さは 0.5 のみとなっています。それではこちらのラインナップを見ていきたいと思います。今回のサラサクリップデコシャインカラーがですね、定番品では初めて黒のボディカラーを使用しています。割と光沢感がある感じですね。クリップ部分にはですね、プリズム的な感じで印刷が施されています。従来品のサラサクリップについていたゴム製のグリップですとか、丈夫なクリップもついています。それでは色のラインナップなんですけども、まずはじめにこちらが金。こちらは銀。銅。シャイニーロイヤルブルー。シャイニーブルー、シャイニーグリーン、シャイニーオレンジ、シャイニーピンク、シャイニーレッド、シャイニーパープル。以上の10色展開となっています。こちらのボールペンを使って色見本を作っていきたいと思います。それでは、ノートを使って色見本を作っていきたいと思います。通常の 5mm 方眼の用紙とダイソーで購入した黒いメッセージカードに書いていきたいと思います。それでは初めにゴールドではなくて金。続いて銀。次に銅。シャイニーロイヤルブルー。シャイニーブルー、シャイニーグリーン、シャイニーオレンジ、シャイニーピンク、シャイニーレッド、最後はシャイニーパープル。はい、こんな感じで書くことができました。こちらをスクショなどをして購入する際の参考にしてみてください。それでは裏抜けチェックなんですけども、裏抜け、裏写りともに全く問題ないです。次に赤シートでチェックしていきます。今回のデコシャインカラーは全て消える色はなさそうな感じです。一見するとシャイニーオレンジが消えるかと思ったんですけども、全く消えてないので、購入する際には注意が必要ですね。はい、ということでこの動画は以上になります。2021年3月8日に、ゼブラサラサクリップデコシャインカラーが登場したのでデビューしてみました。0.5mm という細書きなんですけども、特に引っかかるという感じはなくて、白い紙にも黒い紙にも綺麗に発色させることができました。個人的にはですね、ペン軸に光沢感がない方が好きなデザインかと思いました。発色もいいですし、白い紙黒い紙にも書くことができて、0.5mm の細書きながらも少し変わった色の文字を書くことができますので、気になる方はネットストアまたはお近くの文房具店で探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。